松田聖子によるエッセイ、魔法の鏡。私は原田真二さんのファンだったので、中学生の頃から松本さんのお名前は知っていました。すごい作詞家なんだなって。だから私に詩を書いてくださった時はすごく嬉しかったです。あの松本隆さんがって。最初からスーッと松本さんの詩の世界に入っていけたんです。ただ男の人なのにどうして女の子の気持ちがこんなによくわかるんだろう、どうしてあんな繊細な詩が書けるんですか、松本さん本当は女なんじゃないかしらっていつも思う。松本さんはいつも詩を歌入れの直前にくださいます。今回の悲しみのボートも久しぶりだったからすごく楽しみにしていたんだけれど、詩をいただいたのはやっぱり歌入れの直前、あ、今回は12時間前だったかな。しばらく離れていたのに心にストレートに来る言葉だったり、涙が出るような表現だったり、さすが松本隆という感じ。レコーディングが終わった後で松本隆さんが、やっぱり君と僕はね、一緒にやっていかないとダメなんだよっておっしゃって、今私も本当にそう思いました。松本隆さんは普段あまり喋らないけれど、発せられる言葉一つ一つに重みがあります。聖子さんの歌に出てくる男の子ってちょっと弱気な感じですねってよく人に言われたりします。松本さんは私が強い女の人だと思っていらっしゃるのでしょうか。今度はついてゆく女性像を書いてもらいたいですね。2011年3月11日の後、SNS で避難所の人々に一曲プレゼントをしてほしいと言われ、瑠璃色の地球をアップした。半端なく増えてく再生数の数字を見て、ああ、この歌を作っておいてよかったなと思った。瑠璃色の地球。夜明けの来ない夜はないさ。あなたがぽつり言う。灯台の立つ岬で暗い海を見ていた。悩んだ日もある。悲しみにくじけそうな時も、あなたがそこにいたから生きてこられた。朝日が水平線から光の矢を放ち、
球泣き顔が微笑みに変わる瞬間の涙を世界中の人たちにそっと分けてあげたい。争って傷つけ合ったり、人は弱いものね。だけど愛する力もきっとあるはず。ガラスの海の向こうには広がる行く銀河、地球という名の船の誰もが旅人。一つしかない私たちの星を守りたい。朝日が水平線から光の矢を放ち、二人を包んでいくの。瑠璃色の地球、瑠璃色の地球。